はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビールの喉越し生ですね。喉越しの、春の喝采、ブラボーホップ一部使用、限定醸造です。これはなんだっけ、クリアアサヒに似たようなやつが出てましたけど、それのパクリですかね。原材料が発泡酒、かっこ、バグアートホップと大麦と糖類と大麦スピリッツ。アルコール度数 5%。ということで、これはいわゆるあれですかね。お花見で飲む用の、なんか作ったんだろうね、多分。スーパードライでもなんかありましたけどね。スーパードライのなんか、あれはパッケージが変わってるだけなんで。ピンク色のね、缶のやつ、スーパードライみたいな、ありました。こちらはですね、これミートソースなんですけど、今電子レンジで、100円ショップで買った、レンジでパスタとかいうやつを、ちょっとね、作ってます。それじゃあ乾杯。喉越し生はね、あんまり俺好きじゃないんだよ。なんか薄い気もするんだ。これ、一つ言わせてもらうと、これ、何が春の喝采なの？ブラボーホップ一部使用って書いてあるけど、何が違うのか全然わかんない。普通の喉越しと何が違うんだ？全然わかんない。クリアアサヒは全然違うっていうのはわかった。クリアアサヒのなんだっけ？なんか春のなんちゃらってやつあったでしょ？あれは全然違うなって、普通のクリアアサヒと全く違う別物だっていうのはわかるんだけど、これは、いわゆる香りとかで、なんか、変な香りっていうか、まあ、いわゆる花の香りとかするわけでもなく、クリアアサヒの方はちゃんと、あったからね、香りがね、全然違って、全然香りちゃうやん、みたいな感じだったんですけど。あれ、おかしいな。全然わからない。何が違うのか全然わかんない。どういうこと？しかも、ホームページになんかすげえこと書いてあるの。なぜかビールのホームページ、この、喉越し生の、春の喝采のページに来たはずなのになぜか、なんか、お父さん定番アイテム、ワンランクアップ術とか言って。なぜかなんか、ファッションのなんか、アイテム障害になってるんだけど、これどうなってるの？本当に何が違うか全然わかんない。なんだこれ。全然わかんない。しかも何も説明も書いてない。なんだ、商品情報。あと、春の気分にぴったりなブラボーホップがもたらす華やかな香りとスッキリとした味覚。って書いてあるけど、ブラボーホップが何かもわからないし、商品説明として全くなんてないですね。なんだこれ。なんだかもわかんない。
これはないなぁ。あ、でも、普通の喉越し生に比べれば、あの、マシだと思う。あのね、普通の喉越し生はね、あの、大豆タンパクっていうのが入ってて、それが俺嫌いなんですよ。大豆タンパクってやつ。いわゆる大豆です。ビールなのになぜか大豆が入ってるんです。まあ、それに似たのがエンドウタンパクっていうやつで、で、あの、なんだっけ、ドラフトワンっていうあの、第3のビールがあるんですけど、クソまずいやつ。あれ俺大嫌いなんですけど、あれにも入ってるんですよ。だから、これは似た、その、喉越し生の方は、大豆タンパクっていうのが入ってたんで、嫌いなんですけど、これは入ってないんですよ。で、まあ、ただ、気になる点は、あの、糖類っていうのが入ってるっていうのが気にはなるんですけど、まあ、まあ、いいかって感じですね。でね、これはリキュールなんですよ。これ具体的に言うとね、今ちょっと発見したんだけど、これはね、リキュールって書いてある、ここに。リキュール、括弧発泡性、丸1って書いてある。だけど、いわゆる通常の喉越し生はですね、おそらく大豆タンパクが入ってるせいなんで、で、せいで、あの、その他の醸造酒、括弧発泡性1ってなってます。だから、リキュールって書いてるやつはね、割と美味しいんだわ。第3のビール。ただし、その他の発泡、あ、醸造酒って書いてあるやつは、あの、まずい。まあでも9割型、リキュールなんだけどね。今まで飲んできた感覚上、だいたい第3のビールはリキュールですね。9割型リキュール。あの、はぶられてるのは喉越し生と、あと、あの、さっき言った、なんだ、ドラフトワンか。世界一まずいドラフトワンですね。ドラフトワンはやばい。恐ろしくまずい。あの、初めて吐いた、吐き気を覚える第3のビールですね。多分、あの、あれじゃない、エンドウタンパクがね、エンドウタンパクアレルギーかなんかあるんじゃないかって。ドラフトワンはクソまずいよ。ドラフトワンちょっとググってみ札幌ですね。こっちはキリンか。キリン、まあ、これは、喉越し生はまあ、まあ飲めるレベルですね。あの、ドラフトワンは本当に飲めねえレベルだから。これもね、ドラフトワンもね、やっぱり今見たら、その他の醸造酒、かっこ発泡性丸一って書いてるわ。ああ、なるほどね。やっぱ、大豆タンパクっていうのとか、なんだ、あの、何タンパク？エンドウタンパクか。だから明らかに、いわゆるビールではないよね。だって大豆ってビールじゃない。麦じゃないじゃん。これはまだほら、麦芽とホップと大麦と、大麦スピリッツってなってるから、大麦だから麦なんで。だからいいんですよ。でも、エンドウタンパクとかね、豆だからね。大豆タンパクとかな、豆だからね。あの、ビールじゃないからね。なんで、まあ、これはまだマシですよ。むしろこの、喉越し生をこれにしてほしい。この味にしてほしい。ああ今の喉越し生、めちゃまずいもん。昔はどうだったか忘れたけど、この味がもう普通でいいんじゃない？これ普通の、あの、なんの、まあでも、うん、まあね、うん。このちょっと薄めの、まあ薄いかっつうのまあ薄いけど、普通の喉越し生よりは美味しいですよ、こっちの方が。ただ何が美味しいかっていうと、その大豆タンパクが入ってないから、美味しいです。うん。だから、これにすればいいのにね、味ね。てか、この、原材料これと一緒にしてまえばいいのにね。喉越し生とさ、これとこれ逆にすればいいのにね。これを通年販売にしてまえばいいんだよ。喉越し生と変えてさ。
でもそれがいいっていう人もいるんだろうね。多分大豆タンパクがいいって、うまいっていう人も多分少なかれいるとは思う。だから売れて、まあ、だから他と味が違う。だからね、俺と味覚が違うから、そういうことなんでしょうね。そんなもんです、人間。だから逆に売れるかもしれないんだよ。そういう、偏屈な、その大豆タンパクとか、なぜかね、ビールなのに大豆を入れてるっていう、大豆のタンパク、タンパク質を入れてるとか。ある意味、その手の好きな人には売れるのかもしれない。だよね。だから、さっき言ったドラフト1も、案外その好きな人は好きって言うかもしれない。ただ、数は多いかどうかは知らん。2233です。ご視聴ありがとうございました。